いつか、眠りにつく日は、イヌジュンによる日本の携帯小説、ライト文芸作品。ハードカバー版は、携帯小説サイトの一語の投稿作品で、第8回日本携帯小説大賞大賞、新剣ゼミ中学講座賞のダブル受賞作品として、書籍化された。スターツ、出版文庫にて、初の文庫化され、その後、主人公を変更した第2巻、第3巻が発売。 第2巻の発売時期に合わせ、第1巻の新装版が、携帯小説文庫にて発売。第3巻については、発売より先行して、編集前の原稿を述べま、にて特別掲載していた。ウェブで書出された作品は、書籍化に伴い過失修正されている。また、ウェブでの掲載時やハードカバーでは横書きであったが、文庫版では縦書きになった。 2020年6月時点でシリーズ累計発行部数は21万部を突破している。月刊、コミクレックスにて2021年4月号よりテメ調査舎法の作画によってコミカライズが連載されている。スターツ出版文庫版携帯小説文庫版2017年度第1回スタ文創選挙において優勝し FOD により連続ドラマ化が決定。 2019年3月12日より配信開始。2019年7月16日から同年8月20日まで、富士テレビのブレイクマンデー24枠で放送された。ありがとうございます。